ンネル。DYM 人事部の川上です。川村夏樹です。川本です。はい、本日は、開設5ヶ月ですかね、はい、内定チャンネルがなりましたので、皆さん何がなんか見たらいいのかみたいな分かんなくなってるん で、ね、ちょっと株元さんにおすすめの回をちょっと教えていただきたいなと思ってます。相当取りましたね。いやもうやばいっすよこの回。はい、選べますか、うん、正直本当にもう覚えてないのばっかりなんですけど、まあ、これは見た方がいいとおすすめとまた違って記憶に残ってるっていう意味でちょっと洗っていきたいなと思うんですけど、まずキーエンスの内定者とか NEC の内定者とか、こう何人かめっちゃ出てる人いるじゃないですか。要は内定いっぱい持ってる人、で内定持ってる人ってやっぱ話してて分かるんですよね。後付けなんですけど、あ、だからこういう内定取れるんだなって分かるのが結構多く、まあ、要は優秀。僕ってこう今インタビューする時って、その人がまあどういう感じで内定を取ったのかっていう質問をするわけじゃないですか。で見てる人は就活生なんで、就活生からすると何が知りたいかって、まあ、例えばこの人がガクチカを何を話したかとかっていうのは正直どうでもいいんですよね、はいはいはい、じゃなくて要は同業種競合ってなぜここだったのかっていう質問に対してどういう模範回答をしたのかとか、面接の時にちょっと変わった質問をされたらどういうふうに答えたのかとか、まあ、参考になるようなことをおそらく就活生は知りたがっていて、それを聞いた時にさそして答えられる人っていうのはめっちゃ優秀だなって聞きながら思うんですね。NEC のなんか内定持ってる人はちょっと凄まじかった記憶がありますね。ザ内定ホルダー、はい、まあなんかエフラン座談会とか ありましたね、色物企画系、はい、あれもなかなかこうやっぱ、はい、一歩間違えると刺されそうなんで、はい、まあ、もうすでに刺されるかもしれないんですけど、うん、色物企画系はやっぱ記憶に残ってますね。リクラブについて語れみたいな、はい、無茶ぶりをしてくるからとか、あとはその早稲田大学とか理科大の特徴、はい、就活の特徴とか、はいはいはい、なかなか難しいですよやっぱ。そうですね、はいはい、あとはなんだろうな、ベイカレントの、内定者が来た時、僕前職はベイカレントだったんで、僕それ何も言わずに聞いてた時に、めっちゃベイカレントの悪口言われたらどうしようと思いながらインタビューしてる時でもちょっと記憶に残ってますね。あとは田口さん、元サイバーエージェントの人事のやっていた、はい、方の話はなんかこうどっからこうボール投げても、綺麗なこう回答が返ってくるんで、すごく話してて勉強になりましたね、うん、田口さんのお回全部見ても損はないっていう、ね、そうですね。あとは僕が内定出なかった理由みたいなのが、一番伸びてるじゃないですか。そうですね、だからみんな僕の悪口を期待してるんで、多分僕を陥れる企画を出していった方が内定チャンネルも伸びるんだろうなって思ってますね。次の企画で、はいはい、そういうネガティブな情報の方がみんな求めてる気がする。はい、あとはある回から急に女性増えたじゃないですか。うん、増えましたね。いつから増えたか覚えてないんですけど、衝撃でしたね、はい、入ったら、あれ今日こんないるんですかみたいな。あとは、まあ、見てる人からしたらちょっと分かんないかもしれないですけど、うん、1日で1本撮ってるじゃないですか。そうですね、うん、で1回3日連続撮った日があったんですよ。わー、うん、1日でも結構、はい、後半こうヘロヘロになるんですよ。なりますねこれ、うん、3日連続だった時は結構乗り越えた後達成感に満ち溢れてあと内容とあんま関係ないんですけど、はい、前半島袋さんが最初出てて、はい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 、で僕と島袋さんとゲストと女性みたいなフォーメーションだったんですけど、はいはい、コメント欄で島袋いらねえみたいなめっちゃ書かれてたんですよ。書かれてます。ちょっと別の人に変えてみようかと思って、うん、変えたら島袋が出てこねえじゃねえかってなってみんな島袋さんが好きだったっていうのはなんかこう歴史の中でちょっと面白かったですね。面白かったですね、はい、島袋を返せっていうコメントありましたね。はい、島袋さんもなんかうるせえなあいつらとか言ってコメント欄にぼやいてました。あと旬ダイアリーといっぱいコラボした時がありましたね、うんうん、特別記憶にあんま残ってないんですけど残ってないです。一応触れておきます。あとまあ企業の方がたくさん出てくださってるじゃないですか、うん、そうですね、不動産系が今多いような気がしてるんで、うんうんうん、なんかいろんな業種業界の話をもっと聞きたいなと思いますね、うん。
なるほど、なるほど。まあ、引き続きこんな感じで、継続していくことが、まあ、このチャンネルの価値にもつながると思いますし、うん、ただ一方で、ただこう座って対談するだけじゃなくて、これからなんかロケ系もちょっと頑張っていきたいなと思ってるんで、ここにいる女性の中の誰か一人が選ばれるんで、はい、飛び切りの笑顔で頑張っていただければそんな感じでロケ系もやりつつ、はい、内定チャンネルをより良いチャンネルにしていけたらなと思ってるんで、引き続き頑張りますのでよろしくお願いします。じゃあそんな感じで、はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。